つまりその総理大臣による、遺憾表明ですね、それから日本大使が当事者を訪問すると、それから韓国側が求めているのは、日本の政府の予算が入った形で何らかの基金なり賠償ということになります。またお金か。それはちょっと違うんですね。出してくる中身についても、先ほどまたお金かという話ありましたけども、やっぱり賠償、特に国家賠償ですね。賠償じゃなくてお分かり金というか、経済援助はもう払ったんですよ、50年前に。でそれはその本人たちに行くはずだったのが、韓国政府がそれを取ってしまったものですから、それが韓国の中の問題であって、今更それを日本に押し付けてくることはないと思うんですよね。ですから韓国がなんかね、何回も謝ってるじゃないですか。で謝って、それで日本の場合ですね、謝ったら水に流して終わりなんですけど、謝ったら次のまた謝罪を求めてくるもんだから、本当に終わりにできるんですか。謝罪の意味が日本と韓国では違うということですか。私まず一旦終わったことは水に流すっていうのは確かに日本的な情緒ではあるんですけれども、その日本的な情緒が国外で、特にアジアの国々でも通用するかというと、そこはやはりお互い中国も含めてですけれども、水に流す、水に流せないんだったらいつまで引きずるんですかね。いや、それはだから早期にそれこそ妥結すべき課題だと思います。50年経ってるんですよ。健太さんね、私が思うにはですね、韓国は自分たちの考え方はあるんですけどもね、その考え方が世界では通用しないということをそろそろ気づいていただきたいんですね。韓国はね、何回謝っても許せないんですよね。謝ったということは、罪を認めたということで、また謝罪を求めることができる、そのような感覚なわけですよね。でそうじゃないんですよ。謝って条約も締結して、経済協力という、名目はどうでもいいんですけども、お金も払って終わりなんだから、そういうのが世界中の考え方です。50年経っても今度は慰安婦像をアメリカ中に建ててるじゃないですか。そういうのもやめていただきたいですね。でそれをやめて、もう日本も謝ったんだから、それに対して日本は、韓国は、人道的なことはまた話し合って、僕はね、一つ提案がありますけど、それを置いておいて、その慰安婦像で そのようにですね、今日連合会と、共同でですね、日本をアメリカでいじめてるのをやめてもらいたいですよ。これは、絶対やめるべきです。それアメリカにおいては、公民権法違反だと僕は思ってますし、移民国のアメリカの中ではですね、移民国同士で衝突していてはアメリカはまとまらないんですから、大迷惑なわけですよ。だからアメリカ人としてはやめてもらいたいです。それは別に慰安婦問題とは別の問題としてね。でこれからですね、日本が主導を取ってもいいと思うんですけども、戦時における女性の権利に関する、協議会というか国際、機構みたいなのを提案して、それに韓国も積極的に参加すればいいと思うんですよね。でそこで一つ解決しなければいけないのは、韓国の、これ言ってはいけないかもしれないですけど、ベトナムにおける韓国の慰安婦問題もありますからね。それはそこで当然のごとく取り上げられますからね。それも解決しなきゃいけない。ですから何も一方的に日本ばかり悪いというわけではないことを、どうやって日本ここまで来た韓国の皆さんに納得していただけるか、年内は無理、まず持って無理だと。そう思いません？日本社会の中に、今健太さんがおっしゃったような、いわゆるお詫び疲れといいましょうか、なぜ謝罪をその引き続き求めてくるんだという理解があるのは十分周知しているんですけれども、ただやっぱり事実関係を抑えなきゃいけないのはね、韓国政府が日本に対して謝れということは一度もありません。そう、韓国政府が一度も謝罪してくださいって言ったことないですか。明確な謝罪をどの段階でじゃあ逆に求めたんでしょうか。韓国が一国がですね、一国に対して謝罪しろというようなメッセージはないわけで、この慰安婦問題に対しても調べてみますけど、日本のそう責任ある対応をというのが、韓国側の表現です。ちょっと話してると長くなりすぎるんで、これね、ちょっと思ってるんですけどもね、この問題が大きくなったのは朝日新聞が嘘を発表したからでしょ。違いますね、それは。違います。はい、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 だって20万人という数字はその時から出てきたわけでしょ。20万人という数字ありえないですから。で今までにね、20万人と言ってる人だったらね、数学を覚え直していただきたいですね。私はですね、この問題、パク・クネさんはそれできます？ケントさんね、反論の仕方を考えないと、結局女性の人権をないがしろにしているという主張につながりかねない、そう誤解を与えかねないというところがありますよね。そこをうまく日本が回していけるのかというところは、ケントさんどうご覧になりますか。ですから外務省がもう少し頑張らないといけないし、NGO も頑張らないといけないし、国民の意識も高めないといけないと思いますよね。これ大きな課題ですよ。
だから日本はそろそろ日本から出かけて世界にそういうリーダーシップを取っていく、そういう立場になったと思うんですよね。何もまあ、その一方で韓国の側もその寛容の精神といいますかね、こう許すという、例えばその、ドイツが、ヨーロッパで成功したのはフランスの寛容があったからだという話もありますよね。そういう方向で韓国国内あるいは韓国系アメリカ人が対応してくるという可能性、展望というのはないんでしょうか。それは私は十分あり得ると思います、うん、これまでの日韓関係はちょうど50年ですけれども、常にその寛容と対立、和解と対立、これの繰り返しだったわけですね。でなぜその、まあ、一見すると似たような葛藤というものが繰り返されるのかということに関しては、私は韓国側 の、 その、まあ、歴史認識が国内的に十分な合意に達していないと、いまだに、まあ、この問題が一つあるんですけれども、それ反日教育をやってるからですよ。その韓国の中の反日教育をやめてもらわないと、韓国人はいつまでも日本を許さないと思いますよ。一方でその日本の韓国 の、 あの反日教育と言われているもので、ね、うん、そこがその、歴史的な経験を持たない、戦中、まあ、戦前ですね、うんうん、その植民地支配の時代とか知らない、またその話を聞いたことのない人たちが関連的に反日を刷り込まれているという話もありましたね。私以前もこの番組で申し上げたことがあるんですけれども、反日教育とは一体何なのかというその定義が非常に、私学校の中で事実でないことを教えることなんですよ。事実でないことは教えていません。ただ問題はその日韓 の、 その長いそのお互いが、その意識というものが今の日本の若者は非常に平和的ではあるんですけれども、一方でその意識は足りないんじゃないか。だいたい安住君をヒーローにすることはいけないんですよ。痛いんですけども、日本の修学旅行が韓国行かなくなって、そのチェジュ島との便がなくなってしまいましたよね。そこは残念ですよね。政治的な関係がやっぱりそういうところにも影響している、うん、だってそれだけパーク・クネさんがいつまでも日本に慰安婦問題なんか言ってるとね、やっぱり親は子どもたちそんな国に送りたくなくなっちゃうんですよね。